イムズ最後の日にイムズホールから生放送。皆さんとイムズをつなぐディグ福岡、おしまイムズ、ザ・ラストショー。さあ、この時間はイムズと関わりの深いゲストの方とリモートでつながっています。会場の皆さんは、ステージのスクリーンを、ご覧くださいね。ご紹介しましょう。ゆいさんでーす。よろしくお願いします。あー、久しぶり。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お元気ですか？元気でーす。あ、見えてるかな。あ、見えてますね。はい、あ、いいねいいね。何このフレッシュ感、全然ほんと変わりないですね。ずっとまんま、いいな、嬉しい。さあ、ゆいさんです。はい、ゆいさんというとね、天神の街でストリートライブを始めて、それが今から、どうだ18年ぐらい前かな、はい、ですもんね。それからその次の年2004年に、オーディションで東京行って、東京と福岡へ行きしながらデビューに向けて準備をして、あとはまあもう皆さんよくご存知の大活躍なんですけど、そういえば2004年に調べたら、はい、FM 福岡で初のラジオ番組、ゆいのガールズファイトがスタートしています。懐かしいでしょう。はい、はい、もうそうですね、全然喋れなかったので今よりも、うん、はい、ねえ、懐かしいです。なんかあの頃なんか思い出ありますか、このラジオ番組は。いや、もう本当に編集とか喋る時にもずっと付き添ってくれてた方がいるので、うん、もうその方に感謝ですね。はい、あ、なるほどね。もうすごくね、それぞれが自分の持ち場でいい仕事をしたと、いうことですよ。そして、その年の12月24日クリスマスイブに、九州地区1000枚限定シングル、It's Happy Line I Know がリリースになったりと、はい、いうことなんですけども、そして2005年に、Feel My Soul でのメジャーデビュー、あとはね、うん、もう大活躍、ということです。イムズがね、今日でおしまいということになっちゃうんですけど、まあ、イムズに限らず、はい、天神あたりのお話からちょっとお伺いしていこうかな。はい、まずは、はい、アコースティックギターを始めて路上ライブ天神の思い出、何か、お話ありますか、思い出は。はい、そうですね、イムズの前で路上ライブをさせていただいたことが あったんですけれども、はい、その時たくさん集まってくださったりとか、うん、あと高校の時の先生が駆けつけてくれて花束をもらいましたね、そういうことあるよね。はい、実はですね、僕もゆいさんにゲストに登場していただいて、放送今から路上ライブやるんでっていうことで、それこそイムズの前で、はい、それで僕番組終わってビューって見に行ったことあるんですよ。もうすっごい人だかりで、うそうでしょうね、いいなと思いながら見てたのを今僕も思い出しましたね。そしてデビュー前のインディーズの時も路上ライブやってたんですが、CD もあの当時だって手売りで売ってましたもんね。そうなんです、はい、手売りで売らせていただいて、結構寒い中とかでやらせていただいたりとかしてました、うん、はいはい。さあ、そしてイムズに話を移しますと、イムズホールでの初ライブ、デビューして2005年の4月、調べました、23日のことでした、はい、イムズホールで初ライブなんですよ。でこれがね、はい、FM 福岡パワープレイ記念、イムズプレミアムライブユイファーストライブイン福岡と、いうことで、この時にユイさんにとっては初めてのバンドスタイルでのワンマンライブでしたね。はい、すごく緊張したのを覚えてます。はい、そうですか。MC で何か何喋ったか覚えてますか？ MC 全く覚えてないんですけど、うん、この時も高校の先輩が来てくれたのを覚えてます、うん、いいねいいね。実はこの時のライブもですね、応募だけで2000通超えてたんですよ。すごい。だからその中で抽選でもうイムズホールでのその初ライブに、来れた人っていうのはもうそれだけでも超ラッキーだったわけですけどね。なんかあの頃そして今もう人生も含めて大きく変わったと思いますけども、なんか歌に対する思いっていうのは変化はありましたか、それとも何も変わらないのかな。あ、今そうですね、まあ、やっぱり自分のために結構歌って楽しんでたところがあったんですけど、はい、たくさんの人に聞いてもらいたいなと思ったりとか、うん、こう外に気持ちが向くようになりましたね。なるほどね、はい。さあ、それじゃあそのデビュー当時のことをちょっとだけ思い出していただいて、前もってですね、ゆいさんにゲストカルテということでイエスノー、チェック入れていただきましたが、はい、その中からいくつか質問させてくださいね、はい。まずはイムズの中でも好きなスポットがある、入ってお答えになっています、どこですか？
よくあのアコギを始めた時に、はい、あ、そう、楽器屋さんです。はい、ということは、はい、あの C から始まる楽器屋さんですね。あ、そうです、島村楽器さんですね。はい、島村楽器です、はい、また出てくるね、さすがだな、ね、やっぱ、はい、ミュージシャンの方は島村楽器は必ずね、はい、なんかじゃあそこでギターいろいろこうメンテナンスしてもらったりとか、弦を買ったりとかピック買ったりとか。はい、そうですね、アコギ始めた時は弦を変える時にもよく弦を切っちゃってたので、はい、急いで1弦だけ買いに行かせていただいたりとかしてました。1弦結構切れるんですよね、うん、ちょっとあのガシャガシャって弾いたりするとバイーンって切れますもんね。はい、はい、やっぱり島村楽器か。さあ続いて、学生時代のあまり語っていないエピソードがある、これにも入ってお答えになってますが、はい、どんなエピソードですか。うん、はい、いや全然つまんないかもしれないんですけど、うん、大丈夫です、大丈夫です、はい、写真部があったんですけど、うん、すごく写真が好きで、あの、はい、そこにお邪魔させてもらってました。写真部にお邪魔させてもらってた、はい、入部はしてないんだ。してないです、してないです見学、見学ですね、はい、あ、見学なんですね。でそこから自分でカメラを買って撮ってみようとか、そういうのは。あ、カメラは本当に高いのではないんですけど、うん、撮ったりとか、あとそこでちょっとこうなんか写真の印刷をするのを見たりとかして勉強になりました。あの印刷っていうか、一回あのネガから起こしたやつをまたこう微調整するとかじゃなくて、もう現像、現像ですかね、はい。へー、なんかあれ不思議ですよね、うん、写真ってその一瞬を切り取るわけじゃないですか、うん、で止まってる画像なんだけど、そこから読み取ろうと思ったり注意深く見ていったりすると、いろんなドラマが見えてきたりしますよね。よくされるんですね。しません。しないですか。写真はあんまり撮らないんだけどね。なんか写真の魅力ってそういうとこに感じますもんね。へー、じゃあ写真部に興味があって、まあ、入らなかったんですね。まあ、ちょっと忙しくて入れなかったんですけど、うん、はい、たまに先輩とかに会いに行ったりしてました。へえ、なんか先輩に会いに行くってちょっと気になる発言だな。いや本当だ、気になる先輩がいらっしゃった。そういう男性の先輩、女性の先輩。あ、女子校なんですよ。あ、そうでしたか、ね、でも嬉しいですよね、はい、こんな可愛いゆいさんみたいな後輩が遊びに来てくれるなんて。そうよ、うん、さあどんどん質問に答えていただきましょう。みんなに理解してもらえないこだわりがある、はい、これどんなこだわりですか。うん、まあ、多分結構あると思うんですけど、ライブ前はもちろんいろいろあったりとか、うん、ルーティンあるんですけど、やっぱ健康オタクなところ、はい、でサプリの飲む量が多いかなと思います。うん、何種類ぐらい飲んでるんですか。何種類、いっぱい、何種類っていうと10種類ぐらいは。へえ、ちょっとこれ女性目線でちょっと質問してみて。いや、どういうサプリをお飲みになってるんですか。ちょっと待ってね、こんな子が今喋ってますからね。はい、はい、ちょっと申しますが、どういうサプリをお飲みになってるんですか。普通にマルチビタミンミネラルとかから始まって、はい、ちょっとなんか、はい、そうですね、スピルリナとかも。スピルリナって飲んでます。ちょっと初めて聞くサプリの名前でした。はい、ゆうさんですね、彼女は結構、はい、結構健康ね、がっつり系なんですけど、はい、それでも初めて聞いた。いやいや、年中ダイエットをしているだけなんですけども素晴らしいです。いや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 、何かダイエットで逆に飲まれてるものとかあるんですか。あ、私は酵素を取るようにしてたりとか、あ、生酵素的な。あ、そうです、生酵素だったりとか、こうちょっと糖質の、はい、後で教えてください。あ、ぜひぜひいやいや、逆に教えていただきたいですゆいさん。でもやっぱゆいさん、そんなね、たくさん取ってらっしゃるのはからこそ、このお変わりないお姿なんでしょうね。みずみずしいね、変わんないね。参考にさせていただきたいです、まあ、はい、まだまだ話は尽きないんですが、最後に一言だけ、今後福岡で何かやりたいことありますか。福岡で、うん、そうですね、もうちょっと落ち着いたらやっぱりいっぱい遊びに行きたいですね、うん、ライブとかでも、うん、はい、行けてないので、はい、もうそうなったらすぐ帰ってきたいね。はい、ぜひお願いしますはい、さあ今日は本当にお忙しい中、リモートでつながることができて本当に嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。それじゃあ
はい、イムズホールに集まったたくさんの皆さん方に一言メッセージいただいて曲を紹介していただければと思います。はい、今日ありがとうございます。内容としてはちょっと寂しい内容ではあるんですが、こうやってリモートで皆さんとつながれてとても嬉しいです。イムズでの思い出を大切にこれからもやっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、さあそれでは曲をご紹介ください。はい、最後に It's Happy Line という曲を聴いてください。はい、これも、ゆいさんにとって思い出の一曲ですからね。はい、イムズとゆいさん、そしてファンの皆さんつなぐ一曲でもありました。この時間ゆいさんにご登場いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。